ヘルズ・エンジェルスはアメリカ合衆国で誕生した国際的バイカーギャングである。ニューヨークイーストサイドにあるヘルズ・エンジェルスの旧本部イデビット・シャンク・ボームヘルズ・エンジェルスのメンバー1948年3月17日にカリフォルニア州フォンタナで結成された非合法活動組織。主な収入源は殺人、強盗、恐喝、売春、銃火器及び 違法薬物の密売、現在でもカリフォルニアの地方支部は活発な活動を続けている。クラブ名のヘルズエンジェルスはハワード・ヒューズが監督したイギリス陸軍航空隊を描いた映画地獄の天使に由来する。世界中の22カ国に300以上の支部を持ち、およそ1万人のメンバーが所属している。非合法活動に関わっており、バイクに乗った。 アメリカのギャング集団、アウトローバイカーの組織で、1960年代の非合法、反体制活動の象徴として語られることが多い。売春や麻薬の密売といった非合法活動から多くの資金を得たとみなされ、アメリカ国内の辺境部、特に南部及び南西部では、ヘルズエンジェルスがメダンフェタミンの生産及び密売に深く関わっていたとの主張がある。 関係した多くの活動は不法なものとみなされ、いくつかの国では、クラブ自体が不法なものとされた。ヘルズエンジェルスの最初の支部である、オークランド支部は、特に悪名高く、その悪名は、ラルフ・ソニー・バージャーとの関係によるものであった。ソニー・バージャーは自助伝、ヘルズ・エンジェル、ザ・ライフタイムズ・オブ・ソニー・バージャー、アンドザ・ヘルズ・エンジェルス・モーター・サイクル・クラブを執筆し、同初は、 国際的なベストセラーとなった。バージャーは刑務所で10年以上服役し、釈放後はオートバイ小説を執筆したが、結局は自社ブランドのビールを創立することとなった。しかし、ヘルズエンジェルス自身は組織的に非合法活動を行ったのではなくクラブの個々人がそのような活動に個人的に深く関わっていたと主張し、ヘルズエンジェルスオートバイクラブは単なる オートバイクラブであると公言している。自らも1%クラブと呼びメディアセンセーショナリズムの犠牲者であるとし、メンバーのほとんどは順法的な市民であると主張している。詳細はオルタモントフリーコンサートを参照1969年12月6日カリフォルニア州オルタモントスピードウェイで行われたローリングストーンズ主催による ジェファーソンエアプレーンらが出演したフリーコンサートでヘルズエンジェルスは群衆セールとして500ドル相当のビールを報酬として雇われた。ストーンズがアンダーマイサムを演奏しているとき、エンジェルスのメンバー、アラン・パサーロによって黒人青年のメレディス・ハンターが殺害された。パサーロはその後正当防衛として釈放された。ヘルズエンジェルスは コンサート後、メディアの注目を集めることとなった。自身の活動を正当化し、事件におけるハンクの立場を説明するため、ソニーバージャーはカリフォルニアの地方ラジオ局に出演した。彼は群衆がヘルズ・エンジェルスのオートバイを破壊した後は単に暴力がスタートするだけだと主張した。1960年代、エンジェルスは海外で紛争中のアメリカ軍に対して、 報酬を申し入れた。アメリカ軍はエンジェルスの申し入れを取り上げなかったが、カウンターカルチャーの理想として彼らを認めていた大衆はこの申し入れを裏切り行為としてみなすようになった。バークレーで行われたベトナムデイコミッティー更新のデモ参加者をヘルズエンジェルスが攻撃すると彼らと対立する反戦文化グループとの反目はより具体的な暴力事件として明らかになった。 反戦団体、ジョン・ブラウン・ブレザレンの6人のメンバーは、カリフォルニア州サンフランシスコでエンジェルスを攻撃し、4名を殺害した。この事件の一部は1970年の映画、ギミー・シェルターに記録されている。ラトルズの All You Need Is Cash では、ヘルス・エンジェルズ役のロン・ウッドが、アップルの用心棒になり、スティック・オハラに暴力を振った。顔を、 ハンカチで覆いたそうな顔して短歌に乗っているスティックが映し出される。バンクーバー3市が報じるところによれば、カナダはアメリカ合衆国を含む他の国に比べて最も多くのヘルズエンジェルスのメンバーが存在するという。ヘルズエンジェルスは1970年代にケベック州において最初のカナダ支部を設立した。1990年代に 同じケベック州に拠点を置く、ロックマシーンと構想になっていたほか、バンクーバーの多人種ストリートギャングとは協定を結んでいた。ヤブヤムは、オランダのアムステルダムにある高級売春宿で、オーナーはヨーロッパの麻薬王であったクラース・ブルインスまであった。売春フラは新聞などで募集され、中には学生もいたという。1990年に、 ブルインスマとその仲間であるロイ・アトキンスは、クラブで銃撃戦を行った。原因は彼らが、マフィアの思惑通りにならなかったためであった。銃撃戦では誰も負傷せずに済んだものの、誰も警察には何も言わなかった。その後アトキンスは殺害され、ブルインスマは、翌91年に射殺された。ヤブヤムは、彼の仲間サムクレッパー。 ジョン・ミールメットとオランダのヘルズ・エンジェルスが引き継ぐことになった。クレッパーは2000年に殺害され、ミールメットは2002年に殺害されかけたがこれを乗り切ったものの2005年に殺害された。ヤブヤムがヘルズ・エンジェルスとマフィアによって長い間経営されていたことが明らかになったのは2006年の新聞2詞の記事によるものであった。 アムステルダムの市議会は2007年12月にヤブヤムの認可を取り消した。ヤブヤムはこれを不服として訴えを起こしたものの、店は2008年1月7日に閉店した。2007年3月、ヘルズエンジェルスは商標権侵害でウォルト・ディズニーを訴えた。訴えによれば映画段階ボーイズにおいてディズニーフィルムが許可なく、 ヘルズ・エンジェルス・モーター・サイクル社という社名とロゴを使用したとする。映画は、ティム・アレン、ジョン・トラ・ボルタ、マーティン・ローレンス、ウィリアム・エイチ・メイ・シーラが出演し、彼ら中年グループがバイクを乗り回すという内容である。ドーン、サラ、ヘルズ・エンジェルス・ヘッド・クォーターズ・アレ・ビカミング・レンタル、アッパートメンツ。ニューヨーク・ポスト、2019年6月10日閲覧。 ヘルズエンジェルス公式サイトヒストリー日本の暴走族が可愛く見えるほど極悪な海外、モーターサイクルギャング重戦、ギガジネ2009年9月21日、2013年7月7日、観覧ディズニーの映画企画がヘルズエンジェルズから訴えられる。ありがとうございます。